はい、今回はパズドラ Z をやっていきたいと思います。結構前にねやってたので、で今回はパズドラ Z をやっていきたいと思います。で今回はこのなんだっけ、さっきインターネットつないでたらなんか新しいこのコロコロのエマ2がねなんか来たので、これをやっていきたいと思います。まだ入ってません、1回も。だからね、強いのかな、わかんないけど、まあ一応頑張っていきます。で中級しかないですね、中級ステージで。パーティーはどれにしよう。どれにしようか。じゃあこれにします。源流タイプの味方の体力と攻撃がね 1.5 倍です。いるかな。あー、いない。まあいっか。何にしよう。源流タイプいるかな。いないね。じゃあいないので、これでいきます。5コンボ以上で味方の攻撃がね 1.5 倍です。じゃあ挑戦、どうなるか。おー、すごいなんだこれ、コロコロ。ちょっとこっちから、何名前、コロドラゴン。まあ、一応5コンボはしたから倒せるかな。意外と簡単、最初は。これは、どっち行こう。光でいいや。じゃあ、どれにしよう。あ、やばい、間違えた。久しぶりだからね。おー、5コンボ。おー、落とした。いいね。よっしゃ。ちょっと音量低めでいきます。あ、まっ、おお、よかった。落ち込んできたよ、ほんと。誰だ？お、これ新しい。なんだ？壁竜かな？壁竜コロドラゴン。じゃあ、まずはこっちで。なんか全然5コンボしかできないんだけど。お、レベルアップ。まあこれはもう持ってるのでね、さっき落ちたので。やばい、3コンボしかできてない。よし、倒した。じゃあこんな感じかな。お、いいよ。9コンボ。これ、ボス戦できてほしかったな。次は VS か。お、これなんだ？極王くん？極王くん。強そう。じゃあ、あー、火も、あ、よかった、落ち込んできた。これでどこまで行くか。おー、倒した。よーし、これ落ちてほしいな、真ん中の。
コロドラゴン。あれ？おお、よかったよかった。落ちないね、そう簡単には。確かコンボをね、多くすれば、落ちるってなんかどっかで書いてあったんですよ。スキル。何これ。ああ、これはダメか。闇ね。どうしよう。まあまずはこれでいこう。お、何が来る？何これ？あ、やばい。やっぱスキル使えない。じゃあもうこれでいきます。まあ、これで勝ったんじゃないの？お、落とした！あ、なんだ、チップか。なんだ、チップか。まあ、一応、クリアです。ちょっとこれだけね、見たいので。どこだっけ？なんか、解析しないといけないのかな。じゃあ、この卵だけをね、ちょっと見てみます。どこだっけ？ここか。これですね。じゃあ、解析。おー、猫カラス。じゃあ、モンスターボックスで、見ます。闇だよね。闇だっけ？あ、いたいたいた。一ターンの間、敵全体の防御をかなりダウンさせる。闇属性とアニマルタイプの味方の攻撃が少しアップか。まあ、ということで、今回はここまでにしたいと思います。見てくれてありがとうございます。あとチャンネル登録、あと高評価もお願いします。ではさよならー。